滝沢勝生は、日本のギター講師、ギタリストシンガーソングライター。音楽教室、アフタービートミュージックスクールアコースティック、エレキギター科元講師、滝沢ギタードットコム代表。中学校1年生で、ギター部を見学した際ギターに興味を持つが、吹奏楽部に入部。しかしサボりすぎて3、4ヶ月ほどでクビになる。その後、お年玉で、エレキギターを購入。 中学校3年生の時に DTM を覚え、高校1年生でギター同好会に入りドラムを担当、楽天を読破し、音楽理論を習得。高校2年生でクラシックギターを勉強し、高校卒業後は家庭の事情で進学せず、フリーターになる。囲碁バイトをしながらバンド活動に精を出す。その後中学時代から知り合いだったゲン。 アフタービート楽器店店主から楽器店を立ち上げる際に併設する音楽教室の講師を打診されギター科講師になる。開校当初は生徒も少なくバイトをしながらの苦労時代を過ごす。その後生徒が増え YouTube 上でのレッスン動画や Twitter などの媒体を利用するなどの効果もあり、音楽のみで生計を立てることに成功。近年ではソロライブやセミナー、教則本の執筆、 企業商品のプロモーションなど多方面で活動している。ありがとうございます。